はいえーとここではですね「年忘れ今年もありがとう」星「星5発祥選抜11年ガチャ」をやっていこうかなと思いますまあなんか結構いいキャラが出てる方もいらっしゃるみたいですねちょっとねやっていこうかなと思いますまあ安定の右打ちなんですけどうーんやっぱ金一つかもう一 これでちょっとかぶるのはちょっときついなああ止まったねオッケーまあ持ってないけどね持ってないけどまあいいでしょうタトゥーマンですねオッケーです、まあ、こんな感じですね はいえー、と今回はですね、マッスルパワーガチャの方ですね、レベル10です。まあまたラインナップ変わってるのかな、これは。自分が欲しくてやまない光ソルジャーとかが入ってますね。はい、まあちょっとやっていきましょうかね。<laughs> ちなみに自分ね、フェスゲンはね、マッスルパワーガチャで当てたことはないですね。はい。まあ、でも今年、ブロッケンとジェイドが初めて1体ずつ来てくれたんでね、まあ個人的には言っちゃいいんですけどね。さて。 あーまた微妙だな <laughs> まあちょいちょい持ってるから23体持ってますからねまだ未だにあれですか、ね、絆覚醒すればそれなりに使えるんですかね絆覚醒はまあ出た当時は優秀でしたよねはい。 でえー、次にこちらですね、年忘れ、今年もありがとう、えー、マッスルガールズフェスティバルですかね、星5、保証選抜11連ガチャですね、まあ、自分としてはキャラ的にフィオナが欲しいなとは思っているんですが、あまあ、ちょっとやっていきましょうかね、はい、まあ、1体は確定みたいなんでね、持ってないやつが来てくれれば嬉しいですけどね。うんまあ <laughs> うーん、来ないか、昇格もないかね。あんま自分、この手でね、2体以上手に入れたことはないですね。止まってほしいんだけどな。止まらないか。あ、リンコはちょっときついな。自分、結構持ってるんでね、リンコは。うん、あのー、絆の底力もね、一応、今んとこは、一番上までいってるんで <laughs>。まあ、ちょっと、残念といえば残念でしたね。はい。 ええと、まあ、最後にですね、今までためにためた。<laughs> まあ、あの、ためにためたつっても、中途半端な数ではあるんですが、まあ、計33連ちょっとね、やっていこうかと思います。まあ、全部金なんでね、まあ、止まった時点で結構嬉しいんですけどね、案外持ってないやつあるんです。例えば、この今映ってる方だと、水のジャスティスとかは持ってないですね。あとは、あの、キンマンとミート君も持ってないです。まあ、この辺りが来てくれるかどうかはね、ちょっとなんとも言えんわけですけども、 まあどんどん行きましょうかね全部金なんでねはい <noise> さて止まるとねまた何とも言えん <laughs> メンバーが出てきてますねはいうーんそ <laughs> あ、モンゴルマンはちょっと嬉しいけどね。うん、モンゴルマンはちょっと嬉しいです。はい。他はね、あとスニーゲーターあたりかな。これがあれですよね。一応ツアーの、あの、ウルフマンの挑戦、ウルフマンからの挑戦状に使えますよね。光スニーゲ,ゲーターはね。じゃあ、行きましょうかね。もう一回。なかなか持ってないやつはね、 来てくれない感じですかね止まった時点ですごい期待できるんだけどねこれ <laughs> これまあさっきも見たなあこの光るだ嬉しいあ止まったお何が来るかな何持ってなかったあーはい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 、はい、これね持ってなかったですね自分はい絆覚醒できるやつですよねこれは嬉しいねうん まあ、見たか、<laughs> ま、たモングルマン来ましたけどね。見た感じそうだな。光るど、光るの光るどね。これ、一体しか持ってなかったんでね。自分はあの、闇にしちゃったんだけど、こっちはね、光にしたいかなと思います。あとはさっき言ったグリムリパーは嬉しいですね。闇のスニゲーターもね、まあ一時期すごい欲しい時はありましたけどね。今結構持ってるかな。うん。まあそんな感じですね。 さて、えー、最後ですね、こちらですね、この11連をやって、えーまあ、締めたいかなと終わります。もう思い <laughs> 締めたいかなと思います。はい、いきましょう。まあ、どんどんいきますけどね。こっちもラインナップ、こっちのがラインナップ新しいんですかね。まあ、でも1体でも新規来てくれただけで嬉しいですけどね。うーん そうだな。このバッファローマン最近出たやつかな。うーん、止まんなさそうかな。<laughs> 忍者さっき見たね。はい。まあそんな感じですね。この中のメンツだとどうかな。まあミラージュマンはこれ2体目かな。闇の方ですね。うん。まあまあじゃないですか <laughs> あの。プリズマンは優秀ですけどね。古いキャラクターとはいえ。まあそんな感じです。はい。 まあ、このやつはまたね、あのー、どこかで弾こうかと思うんですが、今後はね、やっぱりね、その、あれですね、もう年末のね、マッスルフェスティバルに備えたいかなと思います。何が出るんでしょうかねやっぱり、その、何ですか、あの、コミックスも出たんで、まあ、タク、 ここに来てまたね、そのタックのね、キャラクターじゃなくて、まあ、一人のキャラクターが出続けてるんですが、ひょっとしたらまたタックでフルメタルジャケットあたり来るかもしれないですね。まあ、そこのところはちょっとね、期待しながらね、年末待ちたいと思います。結構回すと思いますね。これでもう一回一応1500にした状態で、自分、あのー、 望もうかなと思うんで、だから440かな。まあ、そこでなんとか光それぞれ多分まだ入ってると思うんで、その付近も含めてね、ちょっと当てていきたいかなと思います。ではこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。